ドリームランナーチャンネル。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ドリームランナーチャンネルのお時間でございます。本日もモビリティリゾートもてぎホンダコレクションホールさんの、協力で撮影をさせていただくわけなんですけれども、いつものように特別な許可いただきましたのでマスクを外させていただきます。ご了承ください。今日はですね、今大人気漫画アニメって言うんですか大人気なスーパーカブの、エンジンについてなんですけれども、俗に言う横型エンジンと言われるものですね。クランクのケースの前にシリンダーがボンと突き出しているタイプ、あのエンジンというのが、スーパーカブをはじめとして私たちが高校生の頃はモンキー、ゴリラ、シャリーいっぱいついたものがありました。でその後、あれはゴリラか、ゴリラも、あ、モンキーはそうですね、今の 125cc になって、でさらに追いかけてくるようにダックスも今回本田さんから 125cc になって発売。でも見た目ね、すごく懐古趣味というか昔の形をうまいこと取り込んでるっていうことから、あまり形を変えないで性能を今にマッチさせてるっていうことがお分かりになってるんだと思います。さてそのエンジンに関してですね、もうちょっと掘り下げて、私のような一般の人間であまりよくわからないこととかをちょっと渡辺さんに聞いてみたいなと思って今回カメラ回させていただきました。なのでちょっと前撮り全くないもんですから、こちらね、一番カブの初期ともいえるマシンの前で、あとは写真で入れながらお話したいと思います。じゃあ渡辺さん、よろしくお願いします。はい、はい、今日もよろしくお願いします。お願いいたします。はい、スーパーカブなんですけど、はい、原点ですね。原点ですね、はい、やっぱり原点って聞くとホンダマンとしては盛り上がるんじゃないですか。ね、ね、世の中にちゃんと役に立つものを作ろうというところからスタートしています。はい、と、はい、いうことは当初は、まあ、無線機のエンジンでね、自転車にくっつけてっていう人に役に立つものから本田宗一郎さんが、まあ、社運をかけて作ってたんですね。はい、戦後の中で、はい、あんまりものがない時代に何か工夫してね、はい、うん、役に立つものができないかなという発想からスタートしてますから。はい、そうですね。はい、で今はそれこそキャンプにね、ええ、スーパーカブで行ったりとか、ええ、うん、なんかいろんなこう、これはあれですかね、本田さんが想定してなかった話も一部あるのかな、なんかすごいいろんな方向で盛り上がる。そうですね、うちが仕掛けたんではなくて、まあ、使ってるお客さんがなんかうまい使い方を、はい、うん、考えてくれて、はい、まあ、それに、まあ、乗っかっていくような、うん、そんなパターンだと思いますけどね。そうですよね、はいはい、昔、まあ、これあまり言っちゃうと怒られちゃうかもしれないですけど、僕らが高校生の頃ってスーパーカブって決しておしゃれな乗り物ではなくて、そうなんですよね、色もね、うん、そんな派手ではなくて、むしろ地味目で、はい、地味ですよね、目立たなくて、はい、うん、一生懸命働く人のお手伝いをね、そうね、うん、お金持ちが下がってたりとかね、はい、よく昔ね、タバコくわえタバコでやりながらこうお株主が後ろに、そうですね、もう右手でね、もう片手運転こっちじゃなくて乗れますからね、やってましたよね、はい、なんかちょっと懐かしいですよね、はい、さてそんなスーパーカブなんですけれども、うん、ちょっと最初に質問として、まあ、前にもちょっと動画でお話ししたかもしれないですけど、僕 CB50 っていうのがすごい大事にしてるバイクなんですけど、はい、その CB50 っていうのは同じ 50cc、 もちろんスーパーカブが併売されてた頃のバイクなのにもかかわらず縦型エンジン、はい、ほんでカブは横型エンジン、はい、で当時モンキーとかゴリラも本田さんから発売されていたわけです、はい、そうすると同じ原付一種、はい、50cc のカテゴリーに、はい、わざわざ縦と横のエンジンを、はい、いろんなバリエーション展開を双方でやっていた、はい、っていうことじゃないですか。そうですね、はい、で一般的に今の風潮からいくと、できるだけ1個のエンジンで他車種にするとか、売れる車種に投入するとか、はいはい、そういう戦略があったと思うんですけど、わざわざ2種に分けたっていうので、どう思いですか。はい、まあ、最初はですね、はい、まあ、どのぐらい売れるかっていうのは分からないけれども、うん、人気を博してですね、はい、十分に株の仕様だけでもたくさん生産して売れるという時代になりましたよね、はい、それで、まあ、同じ 50cc でやっぱりスポーツバイクというからには、うん、やっぱりデザインを変えて、大事ですね、うん、まあ、CB 系がスポーツバイクということなので、
ですから 50cc も直立エンジンをスポーツ系の、うんうん、バイクという趣ですね、うん、やっぱりイメージですかね。そうですね、はい、縦型になるとスポーティーだよと、はい、横型になると、はい、まあ、ちょっと生活密着系、そうですねっていう感じですかね、はい、うん、世界があって自主のね、はいはい、まあ、あれボアストロークなんかもそんなに極端には変わらないんですよね。まあ、そうですね、基本的にはあんまり変わらないですね、はい、やっぱり株はでもあれですか、トルク重視型のセッティング。そうですね、もともとそんなに重いわけではないですけど、はい、まあ、それこそ昔はリアカー引っ張ったりとかね、はい、してますし、うん、まあ、荷物積んでね走らなきゃいけない、はい、タフネスがないと、はい、まあ、仕事に使うバイクとしては ね、 そうですよね、合わないんで、まあ、それに合う、まあ、エンジン特性仕様にしてありますね、はい、はい、僕はちょうど小学生ぐらいの頃ですかね、スーパーカブの横にね、はい、リアカーみたいなやつをくっつけてね、そうですね、いろんなものを運んだりって、そうですね、あのサイドカーみたいに横につけてましたからね。そうです、もうでっかい自転車のタイヤが回ってるようなやつですね、はいはい、あれでもね普通になんか何十キロもの荷物積んで普通に走ってましたもんね、そうですね、まあ少ないったってね 4,5 割ありますから、はい、まあ普通の人が一生懸命声だって、はい、ちょっと荷物積んだら走れませんけど、まあ速くはないけど、うん、まあ走るね、30キロ40キロぐらい出ればいいんで、考えてみたら今よりも、はい、その交通事情的にスピード低いですもん ね、 ね、そうですね、絶対値もね、ね、軽乗車も 360cc、はい、ですので、そうか、そっか、はい、で、その先ほどの縦型横型っていう部分、技術的な見地からいくと、はい、例えば横縦が比較的バリエーション展開的には、例えば先日トライアルの、ね、TL50 が縦、で CB50 が縦、はい、R&P が縦だったりするわけです、はい、で横はさっきちょっとお話ししたようにモンキー系、はい、ダックスもそうですね、はい、あと、シャリーがそうか、はい、ですよね、なんかね、はい、ありますけど、まあ微妙な線ですけど、まあ、一応スポーツとそうじゃないのって感じには確かになってる、そんな感じですね、ですよね、あとあのゴリラについてるモンキー系、要は横型エンジンってクラッチがついてるじゃないですか、はいはい、あれぐらいですかね、クラッチついてるの。そうかもしれないですね、基本的にはね、あの、まあ、ガチャンガチャンですね、ガチャンガチャンでね、クラッチなしで、はい、うん、連動式 の、はい、あのオンオフクラッチがついてるっていうパターンですね、はいはいはい、あのガチャンガチャンのこのギアのチェンジレバー、はい、あれ、まあ、クラッチないって僕さっき言ったけど、はい、ないわけじゃないですか、ね、クラッチが要するに、まあ、普通のあのレバーがついたクラッチ付きのバイクのクラッチではなくて、はい、うん、はい、要するにクラッチそのものを切ったりあの、はいはい、繋いだりはあるんですけど、はい、それを要するにレバーでやるんではなくて、うん、チェンジのペダルのストロークの中で、はい、例えばね、このぐらい動いてガッチャンって次のギアに入るとしたら、はい、その途中真ん中辺に一回切れるあのクラッチをちょっとだけ押す、はい、機構がついていて、はい、瞬間切って、はい、でチェンジがしやすくすると、で、まあ、50cc ですからそんなにトルクもないので、はい、そのぐらいだったらショックもなくてですね、十分使えると。確かに信号待ちなんかしてるとこうガチャンガチャンって、ね、やってますけど、あのストロークの間にクラッチが1回切れてギアが変わって、瞬間切るチャンスにカチンと入ればいいだけなんで、と、はい、いうことはつなぐ作業っていうのは足を離すことによってつながる。そうですね、ペダルから離せばつながった状態ですね、うんうん、だから片手でもいけるように、そうですね、あ、運転できちゃうとかね、はいはい、あれ片手で運転って昔は、まあ、今はね、ちょっといろんな意味でダメでしょうけど、そうですね、あの当時昔普通に皆さんこうやってやってましたよね。そうですね、はい、あれはじゃあ当時の、まあ、本田さん、はい、まあ、総一郎さんも含めてもう設計思想的にもそれはありだったんでしょうね、当時は。まあできたわけですから ね、 ね、うん、それがちゃんと認可も取って売れてるわけですから、はい、要するに、まあ、だから多分、出前のあのね入れ物を持ってこう、はい、両手使わなきゃ乗れないんじゃ不便だよね、うん、確かにそうですね、うん、だったらこっちはね、あの、うん、なしで右だけでやるようにせいみたいな、うん、ね、総一郎さんから、うんうん、働く人にね助けになるようなね、はい、アイデアをお前知恵出して考えろ、こういう感じですよね、そうなんですよね、はいはい、もうね多分時代というかあの頃からするともう30年40年と経っていくに従っていろんなバリエーションもね、変わっていったり、あとスーパーカブ自体がインジェクション化されていったりとか、まあそうですね、最近は ね、 もうキャブからインジェクションになってますけど、ね、はい、でやっぱりそういうものに対応していくためにどんどん進化しているということですね、はいはい、あとあのちょっと都市伝説的に聞いたことがあるんですけど、はい、結構スーパーカブって、まあ、燃料粗悪燃料でも、まあ、なんとなく走るよと、でそれあの外国ねなんか の、 あのところで供給されてる燃料って決して奥さんがなんちゃらみたいなちゃんとしたものじゃなかったりするじゃないですか、はい、ああいう中でもそんなに
ええ、壊れないって聞いたんですけど、結局燃料が、まあ、オクタン価がそんなに高くなくても、はい、粗悪の燃料でも、うん、まあ、ちょっと混ぜ物があったぐらいでは、はい、動きませんじゃ売り物にならないんで、ですね、まあ、スーパーカブ世界中に売ろうとしてましたから、うん、はい、そういう意味でのタフネスのある仕様にしておこうと、うんうん、だから決して上がギャーンって回るようなスポーツバイクのエンジンではないんで、うん、ただし、まあ、ガッチャンってやったらエンストもせずにうーんって走ってくれると、うん、いう、ね、狙い方をしてますし、うん、だから極端なこと言うと一応キャブはついてますけど、はい、キャブの分厚って15倍ぐらいかな、すごいちっちゃいんですよ。15倍ったら親指よりちょっと、ね、こんなもんですよね、親指どころじゃないですよ親指に22、3倍ありますよそうなります、ね、1円玉が 20倍ですからね、 あれよりちっちゃいんですよ。そうですね、ね、だからそのぐらいですから、うん、エンジンがかかったらちょっと開け始めてグッと来た時にガバッと開けても ね、うん、ね、楽にならないんですね、うんうん、逆にそのぐらいでうーんってゆっくりだけどつながってくるという狙いですね、うん、まあ、確かにね、何千回転回すとかそういう仕様ではないんで高めたもないですね、ええ、でもっと言うと、うん、さっき言ったように短気筒で 50cc ですから、はいはい、だからね、1回こう点火してから2回回んないと次来ないですから、はいはい、そうすると1回ドンってやった時にですね、はい、しっかり回ってくれるように、うん、でこれね意外とシンプルなことですけど、はい、あのクランクの完成マスとバランス率っていうのをね、うん、はい、いろんな形のクランクを作って、はい、エンジンピュッと切った時に、はい、惰性だけでどのぐらい回ってられるかっていろんなテストをやってね、あ、はいはい、あ、これだったらね、うん、その惰性が生きてるうちにちゃんと応答性があればいいわけで、うんうん、だから 50cc の割には、うん、クランクマスってでかいんですよ。あ、うん、でもそのぐらいじゃないと、うん、まあ、そうですね、なね、レーサーみたいに洋館クランクでね、キンキンにしたらね、打って打ったらゴクンって止まっちゃうんでね危なしょうがないですからね確かにそうですね、はいはい、そうか、働く車ですからやっぱりそういう、ね、設計である、はい、まあ、実際数値見てもね 2. 何馬力とかですもんね、そうです、そうです、ですよね、はいはい、うん、そうですか、はい、分かりました。まあ、今日はね、またスーパーカブというその偉大な、また長期間にわたって作られた中の一部っていう感じの時間になっちゃいまして、まあ、時間もまだ12分ぐらいですけど、なんか当時の思い出とか何かあったら、カブはないですか。まあ、スーパーカブはだからそういう意味では、まあ、はっきり言うと、まあ、大人の、まあ、動力おもちゃの原点じゃないですけど、いろいろいじってやるには危なくない程度の力しか出てませんし、スピードも出ませんから、ちょっと細工してみようかななんていう人にとっては、まあ、ちょっと高級な おもちゃ志向も遊びができるみたいなところもありますしね。今実際そういう株の、ね、あの集まりを全国各地で結構やってたり、それも面白いのが、スーパー株とかっていうと、はい、いわゆるノーマルっていう想定で多分メーカーさんある程度考えるところあると思うんですけど、とんでもないむちゃくちゃな改造になっちゃってて、ハンドルがこんななっちゃって、なってたりあったり、あとはその開口趣味的に後ろに木箱をくっつけたり、それこそキャンパーとか、やっぱりそういうバリエーションが勝手に広がっていくっていうのはもう生活に、そうですね、だからベーシックは、まあ、メーカーはそんなとんでもないものはやりませんけど、うん、ベーシックはありますよ、あとは好きにアレンジして楽しんでくださいと、うん、まあ、安全に気をつけてくださいぐらいの話ですよね、うん、はい、究極のおもちゃなんですね。そうです、はい、だそういった意味ではだから方向性は変わったけど、密着っていう意味合いでは昔の株価はあまり変わってない、決してね、うん、ガチャ走る、はい、早い遅いっていう話ではなくて、ファッションなんていうのは逆に早く走んなくて見せるビア化したいわけですからね見てくれよ、俺の見てくれよつってね、で中にはだからその銀ギア銀にしてね、銀座行って一日ぐるぐる待ってたなんて人もいるみたいですから、俺見た俺見たって言われるとね、俺だよってこう言えるわけですまあそれもいいですね、そうそう、まあそれもまあね、遊びかなと、まあ、でも考えてみたら日本だけじゃなくて世界中でね、これだけの台数が出てね、ね、まあ、未だに現役で走ってるっていうこと、そうですね、これはすごいことですよね、考えて日本ではね、交通、はい、まあ、道路交通法でダメですけど、うん、それこそ東南アジアのね、はい、タイとかラオスとか、うん、ベトナムなんか行けば、はい、スーパーカブに4人乗りとかね、ああいましたね、うん、前に1人、ね、子供乗っけて、うん、後ろに2人乗っけて、はい、親が運転してなんかレクシールドのところに行くと、ね、4人乗りだよとかねあるわけですよ、はいはい、別に早く走んなくても、うん、ね、子供4人、ね、3人いっぺんに連れてくるの大変ですけど、うん、まあ、乗っけてしまえばね、うん、まあ離れたところに行くのは便利ですからね。多分乗せる方もこのバイクは乗せても壊れないって安心感なんでしょう、ね、いや、まあそういうね、信頼性もあるでしょうし ね、うん、まあ荷物、ね、うん、の重さを考えりゃちっちゃな子供3人乗っけたって ね、まあ、ね、何十キロもあるわけじゃないんで、いいわけですから、はい、ここまででもね、密着、地球人に密着されるバイクって想定したんですかね。多分だからね、ホンダいろんなバイクを作って売ってますけど、おそらくその
一つの基調ということでいけば何百万台、1億台とかなんか言ってるでしょ、はいはいはい、それだけね、うん、あのまあ世界中から受け入れられたということかなと思います、ね、なるほど。株楽しんでますかということで、じゃあ今日はこれで、はいはいはい、どうもありがとうございます、はいはい、どうも、はい、どうも失礼します、はい。